皆さん、本すみれ。本日は豊臣秀吉の広報戦略について話をします。豊臣秀吉が柴田勝家を破り、天下へ王手をかけた駿河岳の戦い。この戦いの中で活躍した秀吉子飼いの7名を駿河岳の七本槍といい、大いに無名を轟かせました。ちなみに、この7名は、福島正則、加藤清正、脇坂康春、片桐勝元、平野長安、粕谷武則、加藤義明の7名となり、3000石から5000石の領地を与えられています。しかし、この名声、当時から虚名と言われていました。本人たちも、七本槍と言われるのは好まなかったと伝えられており、そもそも与えられた領地について、どこの土地なのかなど、詳しいことは分かっていません。この七本槍は、古代の家臣がいなかった秀吉が、子飼いの武将を宣伝するために、作ったキャッチコピーです。活躍を伝えるお手紙は、九州から関東まで幅広く配ったようで、まさに全国規模の大広告でした。秀吉は人材の使い方はもちろんですが、自分自身の見せ方というのが非常にうまい人物です。信長の時代から自分自身を積極的に売り込むことによって、最終的に一方面軍の司令官にまで上り詰めてますし、今回の七本槍の宣伝も自分の配下にはこれほど有能な武将がいるということを全国の大名にアピールして、敵対することがどんなに危険かということを暗に伝えています。今の会社にいたとしたら、トップ営業マン間違いなしですね。以上で豊臣秀吉の広報戦略についてのお話でした。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。